女優の伊藤沙莉が主演を務める NHK 連続テレビ小説、虎に翼、月曜から土曜午前8時は24日に第61話が放送された。虎子の女子部時代の同志、梅子、平岩氏の三男、三三郎を演じた俳優にネットが湧いた。以下、ネタバレがあります。ご注意ください。写真複数、衝撃のビフォーアフター、男前、に激変ある日、 家庭裁判所の当番を担当したトラコの元に元山すみれ、竹田里奈という女性がやってくる。すみれはある男性の目かけ、目かけをしていたことや、その男性が突然亡くなったことを話し、男性の遺言書を家庭裁判所で兼任してほしいと頼む。その後すみれは、亡くなった男性の家族を連れて再び訪れる。その男性は大場哲夫、飯田元正、で、 妻だった梅子の姿も。トラコは梅子と意外な形で再会を果たした。梅子の息子たちも登場し、ネットは成長した三男、三三郎にびっくり。三三郎ちゃんの学ラン姿がまあイケメン、三三郎くん、めちゃくちゃイケメンやんかー、と釘付けになった。演じたのは俳優の本田京也、京也25、で、本田のビジュアルにネットは、常文顔の美男子。 イケメンというより男前というお顔立ち。本田京也さんという俳優さんなんだ。ところで大場光三郎役、本田京也さんがなかなか男前と注目した。本田は福井県生まれの25歳。高校2年生だった2016年に行われた、日本一のイケメン高校生を決める男子高生ミスターコン2016でグランプリを受賞。17年のテレビ東京系。 瀬戸内海で俳優デビューを飾り、23年毎日放送、ジャック・フロストで W 主演、老年のフジテレビ系、合理的にありえない探偵、上鶴涼良子の解明、などに出演。今年7月4日スタートの毎日放送、彩香ちゃんはひろこ先輩に恋してる、の出演も決まっている。本田は自身のインスタグラムでも、虎に翼、の出演を報告。今月20日の投稿で、 NHK2024 年度前期連続テレビ小説、虎に翼、来週の13週、明日放送の回から出演させていただきます。俳優として一つの夢であった朝ドラ出演。このような日に皆様に伝えられて本当に嬉しく思ってますと喜びを伝えた。そしてこの日の放送終了後に再び更新し、劇中の姿をアップ。虎に翼、 改めまして、大場三三郎役で出演させていただきます。あの小さかった三三郎ちゃんです。成長しました。13週、ぜひ勘定くださいと呼びかけた。虎に翼の公式インスタグラムでもホンダを紹介。ハイキングの時にいた、あの、三三郎ちゃんが成長して登場。幼少期時代の光三郎を演じた石塚陸将さん。 成長した三つ三郎を演じる本田京也さん。それぞれのオフショットをお届け。ぜひ見比べて成長を感じてみてくださいと成長のビフォーアフターを見せた。